1日消防局長のたすきがかけられた原監督は職員に呼びかけました。我々がやるべき使命は日頃からの準備とこだわりだと思います。これからもですね、市民の財産生命を守るために日々努力していこうではありませんか。春の全国火災予防運動の一環で一日消防局長を務めることになった原監督は、備えは身近な家族からと強調していました。家族のように暮らす陸上部の寮では1週間分の水や食料を備蓄しているということです。災害等々がですね、いつ何時起こるかわからない、その時に家族との連絡通話の方法であったり、避難場所であったり、日頃から話し合っておく必要あるのではないかなと思うんです。この後原監督は街頭で火災警報器の定期的な点検と交換を呼びかけるキャンペーンをしました。消防によりますと、春はタバコが原因の火災が年間で一番多いということで注意を呼びかけていました。